じゃあ暗翼のトリック弁当やっていきたいと思います。まあ、仮面ライダーナイト、敵の方、敵に操られてるナイトを、まあ、助けナイトって感じですかね。はい、助けナイトってね、ナイトだけにね、助けナイト。レンにぶっ殺されそうだな。シャーシャー、よし、ギャグも絶好調。シャー、俺は絶対に死ねない。小沢さん、大村さん、サポートお願いします。よいしょ。で、あー、まあ、敵ね、敵。あ、もう来るんだ。よっしゃ、さっさと助けないと。キド、別の理由で相手に寝返りそう。よし、いけて、はい、はい、いけ。あー、もう威力が強すぎる、威力が強すぎる。僕が開くぜ。はい、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 あー、あー、もう一瞬すぎる。ナイトもなんか怒ってるし、ギャグ言ったからかな、面白すぎるギャグ言っちゃったせいかな。これを使わされるか。え、何、トリックメント。あ、分身した。ディケイドの介護官じゃん。すごい悪い言い方しちゃったな。ディケイドが出たら大体の技介護官になるのに。ナイトはトリックメントを使って分身を作り出した。街に現れた分身したナイトを全て撃破しないと。うわっ、いや、急に3人来ることないじゃん。別々の場所に1体ずつだと思うじゃん。たとえどんどん痛い、行くぞ行くぞ、いそりゃ倒しちゃった。一発で倒しちゃった。よいしょ、よいしょ。ああ、違う、もうフラフラしてたら当たんないじゃないですか。オッケー。よし、3体目も倒さないと。ゴー、オッケー。よし、オッケー。よーし、つかトリックメント1体じゃ、3体だけじゃなかった。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪くらいいる。で、なんかいるね、なんかまたタイムサバイバルのやつじゃね、つか最後のやつじゃん。ほい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 、よしよし。つか、もうあれやろう、あれやろう、サバイブになろう。俺サバイブ、あの超必殺技延長のやつつけてんだよ。いくぜ。よっしゃー、炙り焼きだぜ。ナイトを炙り焼きにしないとーつってねー。よし、オッケーオッケーオッケー、よし、いくぜ。よいしょよいしょよいしょ、はい、ペンペンと、オッケー。もうめっちゃ、でも延長時間そんな遅くない、遅くない、こんなもんだっけ、こんなもんだっけ、こんなもんだっけ。ああ、よし、はいはい。でも、まあ、まあ長くはなってるか、長くはなってるか。おいおいおい、オッケー。いやー、強い、あー、強いわ、強いわ。でこっちね、でギリギリでもう一回やると、オッケー。あーあー、処理、はい、終わり。オッケー、トリックメント撃破。で、どこ、あっち行き、あ、フィギュアの存在忘れてました。よいしょ、よし、オッケー。ナイトサバイブ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 になれるの、しかもナイトサバイブになるってことはさ、プレイアブルでさ、できるってこと。ブレアブレできるの。うわー、倒しちゃった。倒しちゃった。え、ナイトサバイブになれるのって興奮してたら倒しちゃった。やっと答えらしいものが出たかもしんない。俺もなんかこう、ナイトサバイブあるのこれ。え、神ゲーじゃん。なんで俺はあいつの言うことなんか信じて、ってレンの余裕を心の弱みにつけ込むなんて絶対に許せねえ。うわ、さっさりナイトで遊べるようになりました。だったらナイトで遊ばないとね。ああマジかマジか。まあ、先にこっちやろう。あ、流星組みて、ああれね、源太郎の心臓止めたやつね。本人の前で言ったらブチギレそう、ブチギレそうっていうか。デリカシーのかけらもねえな。うわ、ちょうど見えねえ。階段にちょうど見えねえ。オッケー、タイマン張らせてもらうぜ。で、今回のタックはナイトですね。やらなきゃならねえ。そう、俺の邪魔をするなら
容赦はしない。もうちゃんとやらないとね。メジャーは、廃工場エリアにいて待ち構えて、立ち上がる敵集団を撃破し、なんで、怠慢じゃねえじゃねえか。面倒な仕事だ。ああ、ウクライナーロケットドリルキック。よっしゃー。おお。よし、次あっちか。で、もう、超視聴者も溜まったから、もうこのままいっていいんじゃないですか ?1356、えぐいな。で、あー、なんだ、違うのね。もうやるわ。ロケットドリルキック!よっしゃー。で、次。すごい。で、あ、この先これ、どっちどっちどっちあっちか。やったぜ。あ、つか、フィギュア忘れてたよ。フィギュアちゃんどこフィギュアフィギュア、フィギュア、なんかあっちやったくせえな、くそなんでいつもフィギュア忘れるんでしょう。こことか。ここのフィ、ここ上、上、上、フィギュアありそうじゃない。フィギュアどこだ。フィギュア、ない。フィギュアないじゃん。一個ぐらいあってもいいんだと思うけどな、ここに。ここではあ、まだって一回、ここで見ておくるかと思ってた。あー、もうまた倒すのが。めんどいな。よいしょ。せっかくなら行くか。ここの対応に合わせて行くぜ。さっすいだらー超ギガフィニッシュ。つか400体かよ。これ倒せるかな。よいしょ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 はいほ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 いオッケーよいしょよいしょよいしょ悪く思うなよ。あれ今メテオいなかった。え、今メテオいなかった。今キックするときメテオいなかった。メテオ来た。お前の定めは俺が決める。え、お前のスイッチ俺持ってんじゃないの、もしかして今。あー、わだー。オッケー。わだ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 おーわたーおーほら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 振動に打ち込んでもダメじゃん。よっしゃ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 ライダーヒューグドルキーよっしゃーゴリ押し俺どうだやったー散った心に響いたかよ。主に心臓の方で俺たちの絆の力なめんじゃねえぞ。散った心臓に響いたかよ。くっそれに持ってる木更木源太郎。うっ源太郎俺は一体。心配するな流星、俺たちの勝ちだ。俺たちの友情の勝利だ。友情かっこ物理が過ぎません。昭和のアニメかってぐらいでもう殴って目覚まさせたけど。残りこの下の2人は、まあ、まず次回に回すとして、今回は行きましょう。純粋なる力、オーバーロードの力を得たバロンは、ロードバロンに姿を変え、進行を開始。仲間のライダーと合致し、ロードバロンの進行を阻止せよ。行きましょう。これガイム使えんのかな。画面上にガイムいるからワンチャン使えないのあるんじゃない。あ、やっぱ使えねえわ。多分出てくるんだね。ってことは、もう、じゃあどうしようかな。じゃあということで、今回はナイトでいきたいと思います。やっぱね、もう今日はナイト、仮面ライダーナイト尽くしだったからね。このミッションもね、いかないとね。はい、アルトじゃーない。蹴りをつけるか。はい、じゃあ行きましょうね。さっきアルトじゃないとって言ったのが絶妙に恥ずかしくなっちゃって。みんな絶対死にないとか言ってるけど、ちょっとそれどころじゃないんだよ。さっきのアルトじゃないとか思ったより恥ずかしかった。あー、まあ行きましょう行きましょう。はい、ごまかしましょうね。で、こいつらなんかいるね。なんか静かだね。怖いね。はい、よし、よいしょ。おいおい。でもナイトはね、このミッション用にちょっとレベル上げてきたんで大丈夫でしょう。何が来る。この力を使って。もう、あー、まだ来ない。おお、来た来た来た。いけ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 。これこれ俺もできるから。ほら、すげえ、すごい、すごくない、すごくない、これ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 。で、個人的にこの技が一番好きです。これ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 。で、これね、必殺技発動中でもね、ナイトが動けるっていうね。もう言う、ほらほらこれ、おもろくない。これこうやって動けるんだよ。やるじゃん。こうやってコンビネーション組めるのすごいいいね。オッケー。モンスターのコンビネーション組めるのが
この、ロードバロンの送り込んだ敵の数は膨大。森の東のポイントにライダーと合流し協力して戦力を削り敵本陣、あれか最終回でも無尽蔵に出してたもんね。行くぜミッチー。ん？ミッチー？行きましょうコウタさん。あーミッチー、あれこのゲーム、今作でミッチー初めてだっけ。前作腐るほど出てたけど。よし着きました。いるのミッチー。僕がみんなを守る。ミッチー、あれ、原子ドライバー使わないの？あー、あったあった。オッケー。あ、そうや、本気なら今すぐ戦え。あ、消えた。今回、あ、ミッチに変えれる。今回、ミッ、ん？僕がついてます。あ、そうそうそう。邪魔はするなよ。せっかくだからミッチ変えるか。ありがとう、シンジ。オッケー。僕に考えがあります。ん？戦力少し前に見せた。え？戦う理由はない。クレシマ戦ったかより伝令、なんか伝令、何エリアル絶対。あー作戦通りだ。5回解けたってこと。こちらの戦力を削りに来たか。優位に立ったつもりか。あれどう、なんかミッチがいろいろしてくれてる。なんかしなきゃミッチがいいし。てかミッチ今回プレイアブルじゃないの。プレイアブルキャラにならないの。ねえ、でもなってほしいけどな。ここは僕に任せ。でもミッチがプレイアブルになった時超人ただ何になるんだろう。ヨモツヘグリか。あれなんかここ通れない。援護します。これならどうだ。でここ来ましたね。あーなんだまだやんのか。おらー潰せ。よいしょ、行きます。はい、オッケー援護します。おらー、いけあ、お前もこれなのよ。お前もこのクソダサバイクなのね。まあしょうがないけども、竜気系は。あ、いるね。あ、で、一騎打ちしてんじゃん。え、これ邪魔しても悪い。あ、消えた。え、最新僕、ガンの急進成功。あ、ありがとうございます。コウタさんと、一緒に行きますって、あれ？え、行っちゃうの？おいおい。前代未聞なんだけど。え、今まで一回タックになった後にもう一回離脱するって前代未聞なんだけど。え、初めて裏切られたこのゲームで。さすがミッチーだぜ。こいつだ。今すぐ戦う。一緒に戦いましょう。これならどうだ。いやコンボ数がえぐいことになってる。コンボ数がえぐいことになってる。これミッチーのおかげか。ミッチーのこれコンボも加算されてるもしかして。いやうわあ、やべあ、コンボ数気持ち悪い。オッケー。こいつだ。手数には自信がある。よし。本当に手数には自信ありそうだなこれ。オッケー。できたな。俺は誰にも屈しない。俺を滅ぼす運命にさえも。俺にもやらせてくれ。かっこいいロードバロン、かっこいい。ふざけた真似をしてくれる。行くか。はい。よし。ほい。よし。はい。で、行け。行け。よし。ナイス。ナイス。わーい。行け。よし。おら。どう。行け。あっ、でも3対1ってかわいそうじゃない。あ、フィギュア。よし。オッケー。よっしゃ。おら、泣け。ここは僕に任せる。よっしゃ。これが強え。これが、これ後ろからチクチクするだけで勝てるんじゃないか。2人が攻撃してる間によ。そうナイス。わあ、もう終わっちゃった。え、終わりだ。ちょっと待ってサバイブやってない。ありがたいと思え。ちょっとサバイブやってないって。え、あ、お前では私に勝てる。ああ、よっしゃ、来た。敵、痛い。よし。はい、よっしゃ。ホーリン倒すの。よし、行くぜ。来たー。これを使わされるか。おー、すごい。おー、なんでこんな子って。おー、なんか宇宙船みたいになってる。おー、すごい。あ、操作できるよ。そう、すごい。え、はい、よし、ほい。おー、すごい。いけ、おお、すごい。銃で撃ってる。ナイトが銃で撃ってるよ。おお、風吹いてるよ。風が吹いている。わあ、すごい。竜巻。よいしょ。
で、これ止めるんだよね、確か。え、何、あー、止めるはずだったのに止めなかった。マジか。助か。よいしょ。すぐ戦い。で、行け。よいしょ。俺、ゆっくり、ない。よっしゃ、よっしゃ。やる、倒す。オッケー。よっしゃ。あー、面白かった。時間が続く限り適応撃が終わった。サバイブかっこよかったな。ということで次はなんか月にいない。なんかフォーズ始まってない。ロードバロンは自身の力を証明するため再びライダーと勝負挑んできた。2枚と勝負をつけロードバロンと決着。これ勝ったらバロン仲間になるのかな。クソ気まずいけど、これ操られてるって次元じゃないからね。ロードバロンになるとか。まあ、カイトは暴走するもんだし。まあ、頼りになるときは頼りになるんすけどね。まあ、助けてやりましょうか。じゃあ、また次回。